おはようございます。タフトでぼおはようございます。ダボさんです。はい、今日はですね、まあ、登録者数がやっと30人超えたんで、リクエストでありました、歌を歌いたいと思います。その後、ぼっちメシです。よろしくお願いします。キラキラ輝く太陽が時の片隅で降りてゆく。さびれたグルメのルートには今もセピアの影が揺れてる。風に燃える影炉を見たい。空と海のアイドル。焼けた散々の雨に胸がジンジンと響く。夏の太陽は燃え上がる罪。愛渚に今日も寄せては返すでしょうか。砂の上で口づけした真夏のパシフィックホテル。いただきます。今日は、本当は食べながら話するのは良くないことなんですけども、まあ防止コンセプトなんで、まあ皆さんも一緒に、防止の人は一緒にご飯を食べましょう。まあもう、YouTube を始めてから、まあ何ヶ月だろう、10ヶ月がまあ経ってるんですが、全然今年に入ってから、視聴者数が全然伸び、というか、登録者数が全然伸びてなかったもんですから、まあくじけそうになっていたんですが、なんとか30人超えました。なんていうか、なんだ、最初、まあ一番最初の動画に入っている通り、私はぼっちでして、まあこうぼっちの人は、あまりいないとは思いますけども、まあ、まあぼっちの人で、まあ私のような思考回路の人がいるならば、まあ1万人じゃねえな、10万人か1000万人に1人でしょうけども、多分分かってくれる人が いるかと思って、その人に向けて発信しておりますので、普通の人が見ると何やってるんだと思うでしょう。だったらばそれを、まあ突っ込んでもらえれば
コメントで突っ込んでもらえればありがたいです。よろしくお願いします。まあ最初、江頭さんが始めたからと言ってましたけども、実際のところ、そうではなくてですね、まあはっきり言ってしまえば、まあ危機感を感じておりまして、まあいろいろありますけども、まあ私は小さい頃からはみ出し者でしてですね、まあクラスの中でいれば何も問題ないんですけども、いざ、例えば中学旅行とかいろいろな班を決める場合に、なぜかしら数は合うはずなのになぜか私だけ余るような状態で、まあとにかく何かにつけ私は最後まで余るような存在でした。ですからまああまりそういう、まあ小さい時からちょっとみんなとは違ってたんだと思います。まあそれで、まあこのような人がまだいるのかなと思って、だったらばもう私も60手前ですが、こういう人が YouTube をやってもいいんじゃないかと思ってやっているわけでして、まあ若い女の子とかかっこいい男の子であればすぐに視聴者数も伸びるんでしょうけども、私のような鉛のきついジジイでは最初から苦戦するのは分かってました。まあ今日は木曜日なんで休みなんですが、まあ草刈りするつもりで朝早く来て、今種山の物見山の下の駐車場にいます。ちょっとすいません、長くなりますね。すいません。私の初期の動画は、最初のうちは、まあ休みの日は天気良かったんですけども、ある日のある日を境に一層私の休みの時は天気が悪い状態が続いて、まあそれでも自然相手なんで悪天候を取るのも
いいのかなと思って撮ってたわけなんですけども、なかなか見てもらえば、まあこんなの撮るなよっていうようなコメントでもいいんで、ぜひとも初期の動画の方も見てほしいです。まあ車のタイトルを入れれば一桁伸びるんですけども、まあはっきり言って動画、例えば10分の動画上げたとしても最初の2分ぐらいで切られるような状態なんで、まあこの動画も誰が見てるかわかんないですけども、どんどん天気悪くなって、今左側は霧でまるっきり見えなくなりました。まあ今日は本当本来ならば天気の予報なんですけども、あ今何時だ、見えねえ、5時43分です。まあこんな朝早くから歌歌ったりなんかして声が出るわけないんですけども、まあしょうがないです。まあ私みんな聞くような歌聞かないんで、なかなかあれなんで、少しネタを仕入れていくらか皆さんに披露したいんですが、需要があれば歌いますんでよろしくお願いします。あらすいません、いただきます言いませんねでしたね多分。はい、ごちそうさまでした。はい、今後ともダボさん TV よろしくお願いします。失礼します。